西暦2042年、自らをグランドマスターと名乗り、全世界を軍事力によって支配しようとする闇の支配者の影があった。これに対抗すべく作り出された国連極秘機関ストライダーズ。世界平和を守るため日夜戦う彼らの中に、最年少にして最強の一人の青年がいた。彼の名はの軍事基地を確認した。グランドマスター機関の可能性大。至急カザフに向かい基地内部を探れ。なお機密保持のため、ストライダーの生命機能が危篤状態に陥った場合、体内に埋め込まれた小型爆弾が爆発する。作戦の成功を祈る。車両を追い、砂漠地帯へと急行したキリュウ。そこで待ち受けていたものは